11月なのに外に出て汗をかいてしまった。この暑さに参っているゆっくり霊夢です。季節外れの暑さってのは聞いていたものの、まさかこれほどまでだとは思わなんだ。もう夏服をタンスの奥深くに封印して困っている、計画性のないマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは普通の名将、関東よ。彼のことは過去に紹介したことがあるものの、関東のことを紹介してほしいとのコメントが来ていたのでリメイク版ということになるわね。普通の名将ってものすごく矛盾している言葉だぜ。波の将軍じゃないから名将と呼ばれるわけでな。さて改めて紹介するのは関東、あざなお技巧。つまらぬ身分から武芸で成り上がり、この大事な戦いのすべてに参戦した縁の下の力持ち。彼は一体どういった人物なんだ。関東は優秀行政軍令史県出身の人物よ。かなり北方の生まれの男ね。彼は北方の人らしくとても急場に長け、さらに尋常じゃない筋肉を持っていた男だったので高等の虎、尊権に気に入られて各地を転々としながら多くの戦いにも参戦したみたい。関東は尊権の下で多くの敵を、討ち取ったり捕虜にしたものの、関東は尊権軍では本当に下っ端的な役職だったもんで彼が打ち立てた功績は全て英雄や豪傑らに奪われ、関東に爵位が与えられることはなかったの。最終的に関東は尊権の時代では別部芝になるのが精一杯だったようね。ずるいぜ。官職が上の将軍たちはちょこっと武功を打ち立てただけで出世できるのに、関東は最前線で多くの敵兵を破ってもそれが評価されないなんてな。その後、孫権が戦いの最中に戦死した。この時関東がどのような行動をしたのか、というのは歴史書に書かれていないものの、おそらく多くの孫権軍同様に演術軍に吸収されたんだと思うわ。その後、当時演術のもとに身を寄せていた孫権の子の孫策が江東に出兵すると、これに関東も突き従って三軍の討伐に向かった。この時の戦いの功績によって関東は戦闘行為に昇進し、兵2000、騎馬50匹をプレゼントされたようね。むむむ。関東は演術じゃなくて孫策に突き従ったのか。まあちょっと悪いことを言えば人材が豊富な演術軍では多少功績を打ち立てたところで孫権軍の頃同様に出世するのは難しい。故に新進気鋭の孫策に従った方が出世するチャンスがあるから孫策の挙兵に従ったとも考えられるぜ。まあ単純に関東は自分を見出して、くれた孫権に心酔していたからその子である孫策に仕えたのかもしれないけどな。その後、関東は199年に行われた友軍討伐戦に参戦し、孫策が暗殺されてその弟の孫権が新たに江東の君主になってからも真摯に孫権に仕えた。203年に行われた江蘇討伐戦にも関東は加わり、その帰り道で物のついでとばかりに波陽を討伐して関東は学安県庁に任命されたみたい。関東が任じられた県には三越という厄介な異民族がいたものの、彼らは関東の武勇を恐れて彼によく従ったみたい。関東はもう裸一貫で武勇のみで成り上がったような男だ。そりゃあ誰でもそんな男の武勇は怖いよ。208年、曹操と五軍との間で赤壁の戦いが勃発すると、関東は中郎将として周囲らに突き従って曹操軍撃破に大いに貢献したの。この時、五軍の郊外が船に乗っている最中に敵兵からの流れ矢を受けて真冬の海に落ちてしまった。幸いにも郊外は味方の五軍から救助こそされた。ものの、この後の人はまさか救助したのが郊外だとは思わず彼のことを川屋に放置したの。郊外はこのままでは死ぬと思って決死の覚悟で、関東、と叫び、この声を聞いた関東は、これは、郊外の声だ、と気づき、郊外を発見すると関東はもう号泣しながら彼のことを解放したみたい。どうにかこうにか同僚の救出に成功したってわけか。その後、関東は赤壁の戦いで曹操軍を破った勢いそのままに慶州の南軍をよもうらと共に脱出し、その功績で偏将軍、英将大主に任命された。そして221年に蜀と呉の間で異様の戦いが起こると、関東はまたもやこの戦いに繰り出されて陸遜、朱然らと共に蜀軍を攻めてこれの大破に、
貢献した。その後、魏の宗親らがこれに乗じて後に攻め込んできたものの、関東は城をよく守備して魏軍撃退に貢献したの。関東は孫権の時代から数えると実に30年以上も戦いに出続けている男だぜ。もう尋常じゃない男だな。関東は将軍として外に出ることあらば、その将軍と兵士をよく励まして心を一つにしていた。さらに関東は蒙古の面々の中でもそこそこ偉いはずなのに、中央から役人が派遣されてくるとその命令によく従い、法律違反なんて一切するような男ではなかった。故に孫権は関東のことをめっちゃ信頼しており、223年には関東のことを赤城公に奉じて勝負将軍、官軍大使を兼任させ、さらに都督の称号まで授けたの。その後も関東は監視、海藩兵という後の特殊部隊1万を率いて賊討伐などを行っていたものの、その後に彼は病死したみたい。長きにわたって後で活躍してきた男だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をよろしくお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。戦い続けて孫家三代に仕えた男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。